皆様、こんにちは。愛犬家住宅のセラフ榎本です。愛犬には特有の疾患を発症する子がいます。大型犬に多いのが股関節形成不全、小型犬に多いのが室外骨脱臼などです。これらは先天的要因が7割、環境的要因が3割と言われています。環境的要因は愛犬家の皆様によってリスクを減らしてあげることができます。環境的要因として挙げられるのが、愛犬が足を滑らせてしまうフローリングの床。こうしたフローリングの床には、床のコーティングがおすすめです。床のコーティングなら、セラフへのもとにお気軽にご相談ください。さて、愛犬丸バツクイズです。子犬は温度を舌で感じている。答えは、バツです。犬の鼻には温度が分かるという特性があります。しかしこの特性は生後間もない子犬だけが持つものです。子犬の鼻には熱を持ったものから放射される赤外線エネルギーを感知する細胞受容体があり、ここが熱センサーの役割をし、周囲の温度を敏感に感じていることが分かっています。成犬になる頃には赤外線を感知する細胞受容体が消失すると言われています。このように子犬は温度を鼻で感じています。以上で愛犬丸バツクイズを終わります。皆様方のワンちゃん、猫ちゃんのための家のリフォームや増改築等ございましたら、お気軽にご相談ください。